栗林公園駅は、香川県高松市栗林町三丁目にある高松、琴平電気鉄道琴平線の駅である。駅番号は、K03。1945年に、市内線が休止してから1986年に、国鉄栗林公園北口駅が開業するまでの、間は、栗林公園に、最も近い駅だった。一家取扱窓口。 以下定期券窓口がある。相対式2面2線のホームを有する地上駅である。駅本屋は一番線高松築港型に設置され、琴平方面の2番線ホームとは、校内踏切で接続している。途中下車指定駅。琴平線は当駅を境に伊北が高松築港まで伏線、南は3条、大玉を除きこと琴平まで単線となる。駅周辺は、 住宅地である JR 高徳線栗林駅とは約500メートル離れている。駅前にバス停はないが、西側に約500メートル離れた中央通りに琴電バスの路線バス及び四国他県の県庁所在地や広島市、京阪神方面行きの高速バスが停車する。また、東側100メートル離れた 高松第一高校前バス停でことでバスのショッピングレインボー循環バスが利用できる。開業当時の駅舎は、当時の大西虎之助社長自ら、南海鉄道羽衣駅を参考にして設計した。この駅舎は1967年に、系列のことでんスーパーを建設するために取り壊され、改築される。その後、ことでんスーパーは経営していた、ことでん商事の自己破産後に閉店。 撤去され、駅舎は2004年に再度改築された。ことでスーパーの跡地は駐輪場と高松市のレンタサイクルポートとなっている。ありがとうございます。